じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、ということで今日はですね、はい、帰ってきたね、いいね、いいね、行こう行こう行こう、やっぱ元気に行かないと、元気に行こう、今日も元気に明るい話題行きたいと思います。はい、このプロ野球選手のタバコ事情についてちょっと聞いていこうかな。めちゃくちゃブラックじゃないか。プロ野球選手って結構このタバコ吸ってるとかそういう情報って、まああんまりこの表沙汰にはならないですけど、結構よく耳にするじゃないですか。ただやっぱりこう科学的になってきて、はい、タバコがパフォーマンスを下げるという、はい、データが出てるからね。だからまあ決していい話ではないけどね、はい、ただ吸ってたものをやめろって言ったらさ、はい、頭タバコだらけになるよね。タバコタバコってイラ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 してつって余計ストレス溜めるんだからさ。でも8割ぐらいは吸ってたかな。結構、いや俺らの時は、ね、今はもう吸う人間の方が少なくなった。もう5割は切ってると思う。で、DNA になった時の話なんだけどさ、はい、やっぱ今まで吸ってた人間はいいと、もうしょうがないと、はい、でもこれから入団したり今まで吸ってこなかった人間はもう吸うなと、はい、できるだけ吸ってる人もやめるような方向で考えてくれと。で、俺その時は禁煙外来ってさ、はい、やめてた。あ、そうなんですか。もう1年ぐらい、はい、もうなんか辞める前なんかイライラしまくってさ、もうタバコやもんってタバコ吸ってみたいな、こんな一本さプラーって、気持ちいいなみたいな、ね、まあ、そんなことがあって、はい、でもさ、その一本吸ってブラーってなるっていうことはさ、はい、相当やっぱ体に害はあるよね。まあ、そうですよね。そうですよ。だからそれを習慣的に吸ってるっていうことはパフォーマンスを下げる、これわかるよね。まあ、でもそれ球団によってももう完全に球団によっては全然違う、全然違うですね。だから未だにたくさん吸ってる球団もいるしさ、そうやってやっぱ上の人間がちょこっと言うとさ、はい、なんかちょっと減ったりだとか、しかもなんか試合でミスしたりとかしたらちょっと吸い行きづらいみたいなのありません？お前なんだっけよって、はい、飯も食うなっていうのと一緒みたいな感覚だから。ああなるほど。だからまあそこはもう気分転換というかその人の、はい、だからそこら辺は何かまあ鼻から気分出しやがってみたいな、高校の時、高校の時だった。あれあれあれ大丈夫ですか、大丈夫ですか。まあ時代で吸わない方がもう今まあその高校生とか、はい、まあ、大学生とか、まあ、見てるんだったらプロに入る前にもうやめといた方がいいかもな。プロに入る前にやめる、まあ、まあ、高校はもともとダメです。そうですね。あ、そうだ、20歳か、20歳です。多分プロ入り前はダメだよ、吸ってちゃダメですよ。大卒、高校はな、社会人ですね。大学もまあ2年生までの、はい、タバコは20歳になってからということで、はい、何の、はい、これ何の CM なんですか。JT の CM ですよ。 JT さん、はい、よろしければ企業 JT さん、よろしくお願いします。まあ、あのアイコスも新しく出る。あ、そうですね。そういうので、そうです、それプレーがだからそれで良くなるかみたいなやりましょう。バッティング良くなるかも。いやでもね、葉っぱ吸うよりはアイコスとか、はい、あっちのその電子タバコみたいな方がいいね。まあこっからの時代はやっぱり、なるほどなるほど、そっちの方がいいですよね、本当に。でそれを吸ってるとなんか自然とやめれるかなっていうような感じがしてくるよ。なんか まとまりないやろ。なるほどね。なんかスーッと今気持ちよくなりましたね。気持ちよくなる、吸った気分になる、吸った気分になりました。はい、はい、ありがとうございました。